不本線大福遺跡出土線桜井市立埋蔵文化財、センター展示。不本線と伊佐尾、貨幣博物館不本線は、683年頃に、日本で作られたと推定される船舶である。鋳造年代は708年に発行された、和道開地により古いとされる。この貨幣が実際に流通したのか、いや商船として使われたに止まったかについては、 学説が分かれている。不本線よりも前の貨幣として、無門銀線が知られている。無門銀線、不本線、和道回鎮の関係、貨幣としての価値、流通派に、機能などはまだ不明な点が多く、今後の研究課題である。平均の直径が2 4 4 4ト、mm、ルの円形で、中央には一辺が、 約6ト、mm、ルの正方形の穴が開いた円形型項の形式である。厚さは1 5ト、mm、ル前後、重さは4 2 5ムから4 5 9ムほど。形式は621年に発行された等の開原通報を模したものと推定される。材質は主に銅でアンチモンを含む。これは 誘拐温度を下げ中造を優しくするとともに、完成品の強度を上げるために意図的に使用されたものと考えられる。微量の銀、ビースマスも含まれていた。表面には、縦に、負、元と書かれ、横には七つの点が、亀甲型に配置された、必要性という文様がある。元は、本の位体字であると考えられている。富本というのは、当代の百科事典。 芸文類寿が引く、東漢間期の、不民の本在を触下という古字に由来する。必要性は五行思想の陰陽と、木、火、土、金、水を表し、天地の象徴を示していると考えられる。元という字が、本の遺体字とは別に存在する。しかし、七から八世紀頃の日本古代において、元は、本の遺体字として広く使用され、逆に、 本自体の使用例を乱すことは困難であることから、富本とされる。不本、不当の呼び名についての論争は、江戸時代より存在した。不本線は、1694年発行の和漢古今、宝泉図鑑に、不、元銭として登場し、1798年に、丹波国福知山藩八代藩主、く木正まさにより刊行された、 古戦目録、和漢古今戦果間には、富本七重銭として図柄付きで載っており、昔から、貨幣研究家の間では知られていた。和漢古今戦果間では、不本線を、小宝から銭と分類し、元は、本寺の代わりに使用されたものであると指摘している。不本線を含むくつき摩擦なの収集品は、摩擦な死去後の幕末に、犯罪性の危機を呼び、 洋式軍備の必要のため、50丁のゲベール銃との交換で、ドイツ人に売却されたが、1999年に大英博物館に収蔵されているのが発見された。1889年、収集家、今井風山は、風山県泉話の中で、その作りが古木では銅線と違わない。銅室がコア銅と同じである。 と古代のものと推定されることを指摘している。明治期に発掘されたとされる、長野県下稲郡高森町の無料地古墳群なら、国立文化財研究所に調査が依頼され、同年3月、近畿圏以外で、初めて出土が確認された。高森町から出土したものは、飛鳥カケとの飛鳥池工房遺跡から出土したものに、比べ、わずかに外形が小さく軽い。 高森町武良地古墳群から出土した不本線その後、戦後の遺跡調査の進展もあって、不本線の出土が相次ぐことになる。これにより、今まで最も古い貨幣とされてきた708年発行の和道海中よりも古い可能性が出てきた。33点のうち、富本の字を確認できるのが6点、富のみ確認できるのが6点。 本のみ確認できるのが5点で、残りは商談編である。完成に近いものの周囲には、鋳型や、鋳ザ洋道が流れ込む道筋である湯道や、中造寺に、ゼニの周囲にはみ出した洋道であるイバりなどが残っており、仕上げ段階に至っていないことから、不良品として廃棄されたものと考えられる。不本線が発掘された土葬から700年以前に、 混流された寺の瓦や、687年を示す、定概念と書かれた木管が出土していること、日本初期の683年の記事に、今より、以後、必ず銅線を用いよ、銀線を用いることなかれとの記述があることなどから、発掘に当たった奈良国立文化財研究所は、同年1月19日に、和道海賃よりも古く、683年に、 鋳造されたものである可能性が極めて高いと発表し、これにより、最古の貨幣発見、歴史教科書の書き換え必至化、などと、大々的に報道がなされた。その後、4月以降の追加調査では、さらに不良品やカス、イガタ、陽動などが発見された。陽動の量から、実に9000枚以上が鋳造されたと推定され、本格的な鋳造がされていたことが、 明らかになった。アンチモンの割合などが、初期の和道回鎮とほぼ同じことから、和道回鎮のモデルになったと考えられる。2008年3月には、2007年11月に、藤原具跡から、自鎮具として出土した平平の中に水晶と共に、不本線9枚が詰められていたと発表された。これらのうち、少なくとも8枚が、従来のものと異なる書体。 当美元であることが確認され、アスカイ形跡発掘のものより厚手であった。このうち4枚は、不本線の特徴とされてきたアンチモンの含有が確認されなかった。2012年1月31日放送のテレビ、東京、海運。何でも鑑定団で、個人所有の不も線が鑑定依頼品として出された。藤原宮跡から出土したものと、 同時期に鋳造されたと判明した。これらの発見により、不本線を日本最初の流通貨幣とする説が提起されている。しかし、広く貨幣として流通していたと断定し得る証拠は未だに見つかっていない。まじない銭などの宗教的な目的の癒やし商船として作られた可能性もある。不本線が日本初期の683年の記事の記述に、 沿っていること。国家主導の都市や寺院の建設には莫大な費用がかかり、動員された人々への支払いに充てる通貨が必要とされていたこと。初期の和道開賃を含め初期の貨幣発行は国家の支払い手段として必要上発行されたもので一般的交換手段としての機能は副次的に位置づけられていた。すでに民間では 無門銀線が通貨として使われていたと考えられること。日本の歴史上に残る貨幣発行はすべて流通貨幣であり、いや商船という宗教的な目的の貨幣発行を示す記録が存在せず、不本線だけがいや商船として作られたとするのは不自然であること。実際の取引で使われないいや商船であれば、ここまで成功に作る必然性がないこと。 国家が流通貨幣として発行したのにもかかわらず、受け取った人々が国家の意図に反して宗教的な利用を行うことはあり得ることで、宗教的な意向で出土することがすなわちいや商戦であることの証明とはならない。これらのことから、天武天皇が新しい国家建設のために流通目的で発行したものと主張している。 天武天皇12年夏4月人身傷曰く、事故に以後必要動線なよう、銀線4月おついみことの利曰く要銀、バクトメッセージと宗教の関係が密接であった、当時の事情から、日本初期の記述が、いや商船に関する規定として置かれた可能性も、否定できないこと。和道開陳発行後に、旧貨幣との交換基準が定められたという記録が、発見されていないこと。 奈良時代中期の文献の中には、初めての通貨発行を、和道会鎮が出された708年と記述するものがあること。アスカ家遺跡そのものが、アスカ寺の傍らに存在しており、同時、または、増アスカ寺と称される、同時造営のための臨時の館長の関連施設と、考えるのが適当であること。これらのことから、流通目的で、 不本線が作られたとは考えにくいと主張している。この他の考え方として、不本線は当初は流通貨幣として出されたが、国家発行の貨幣ではない無門銀線の停止を伴ったために、無門銀線の形で富の蓄積をしていた人々の抵抗を受けて、流通に失敗した。結果的には、流通を停止された不本線は、いや商船として用いられ、 和道会鎮は、最初から仕切り直す形での流通貨幣発行になった、とする考え方もある。ABCD 松村啓示、出土戦果、日本の美術ナンバーワンに主文道、2009年、元、タイ部五角、音読み等、意味、同大げさに物事をする。また、勢いよく進む。開示会議、大プラス10。本来は、等と読むが、普通。 本の別体として使われる。高木茂氏は、収集家の立場から、刻印通り、不、元と表記し、不等と発音すべきと主張している。しかし、当時は、本の代わりに、元字が使用されたとするのが正しいとも述べており、歴史的事実についての主張ではない。不元銭を検証する、月刊収集1999年9月号。 松村恵氏は、アスカイ形石湿度の8000点余りの木管について、保家教元、山本一氏、すべて元が使用されていると述べ、後世の時点には俗字、偽字とするが、7世紀から奈良時代は元とするのが一般的としている。古代戦家の戦文文字と古代日本に吉川博文館2005年。 日本古代木管辞典奈良文化財研究所編2008年では、本の項目5例中4例は、元の辞退、1例は、本の辞退を挙げている。ところが、この1例は、平城宮木管、三正国秘のキスのこの、木を、誤って、本の項目に入れた編集ミスと判明した。ABC 今村刑事、不本線と謎の銀線小学館、2001年。 高木茂次前景論文、今村刑事は、小宝銭とは実用流通線ではなく縁起物として作られた記念品の意味であろうとしている。読売新聞、1999年3月8日、下稲市編3回、下稲郡誌、第2巻、島の教育会出版部、1955年、195ページ。品の毎日新聞。 1999年1月26日、社会2面。シナの毎日新聞。1999年3月23日、夕刊社会1面。高森町歴史民族資料館、無料地1号古墳出土の、不本線。2012年1月31日放送不本線、テレビ東京。ABA 原とはお。 日本古代戦火研究機を踏み堂、2011年、森昭彦、部門銀線と、不本線の歴史的位置、日本古代貨幣制度史の研究 ISBN 978から4から827312836。ありがとうございます。